津軽半島のランドサット衛星写真。青森市付近は雲に隠れている。津軽半島津軽半島の市津軽半島の地形岩脇山,山山頂より津軽半島西海岸、出来島付近から見た七なり長浜津軽半島は本州の北端の半島の一つである。東岸は青森湾、道の区湾とその開港部である平立海峡を挟んで下北半島に対峙する。 一方、北岸は津軽海峡を挟んで北海道まさ半島に対峙する。西岸は日本海である。全体が青森県に属する。津軽半島中央部に広がる津軽平野は主に米の生産が盛んである。最北端はタッピ咲と呼ばれる。これは北岸の西端に位置し、北岸の東端の高野崎との間に民間や湾がある。タッピ岬から 東南東に向かって津軽山地と呼ばれる山脈が続く。タッピ岬から南に小泊岬がある。さらに西岸を南に進むと13個という打ち方がある。そこから南の海岸は七里長浜と呼ばれる。この内陸にはタッピ沼、平滝沼、弁瀬湿原などの古庄が数多く存在し、海岸沿いは 砂地と赤松などの針葉樹による小高い防風林の屏風山が半島付け根まで続き、水はけが良い砂地に適したスイカメロン、長芋、ごぼうの生産が盛んである。ありがとうございます。